噂は派手に散る。噂はさ、ああやっぱな、時間の問題とは思ってたわ。噂はこれで基本メイダスリーグ単独トップ。噂は良くも悪くもこんな感じだな。大炎上もしないけど圧倒的なピッチングもしない。責任取って関東フラグやね。こんなんでメジャー行ったらホームランをアホほど打たれるぞ。もう少しコントロールをどうにかしような。これでメジャーはさすがに笑える。ここで打たれるのが噂は。やはり S は伊藤なんだよな。トリマホームラン打たれすぎ。日本で圧倒的なシーズン過ごしたことないのにメジャー行こうとするやつよくいるけど、本気で通用すると思ってんのか。一番近くで見てきた大谷がメジャーでたくさん苦戦するの見てきたのによく挑戦しようと思えるよな。はい、お疲れ。マジでエースならチーム優勝させてからメジャー行けよ。とりあえず今シーズンでのメジャー行きはなしで。さすがにホームラン打たれすぎやって。誰や親でもポンポンホームラン打たれるアメリカでやれるとは思えん。ご視聴ありがとうございました。